はい、どうもシングルパパです。今日もご視聴ありがとうございます。今回なりしょさんにご紹介していただいたのはケンジさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど見させていただきました車両の方のね、動画の方は先に撮らさせていただいたんですけども、改めてケンジさん、はい、あちらの車両の紹介をしていただきたいんですけども、はい、あちらの車両は何というマシンになるんでしょうかね。XL1200R ですね。スポーツサーの XL1200R ですね、はい、何年式なんですか。2008年式、はい、あのタンクの止めてる形とか感じであったりとか、ライザーの感じであったりとか、ちょっとね見たことがないデザインをね採用されている。 あちらの方でどちらの方でお願いしてるというか、言っちゃったら構わないですよね。まあ一応言っても大丈夫なんですけど、はいはい、あのヤフオクでヤフオクヤフオクで個人売買で買いました。個人売であれ手に入れたんですか。すごい。だから時代は今変わってる。すごく今ねヤフオクで買われる方も結構多くて、ね、結構いいものが手に入る、はいはい、こんな時代だからこそ闇にやまなくて手放す方も結構いらっしゃるみたいですよね、はい、うん、で逆にそっちの方がいいお取引をお互いにできるっていう中間を通すよりも、はい、まあ新しい形ですよね。であちらの車両はいつぐらい手に入れられたんですか。ずっと探してて、去年10月ぐらいからずっと探してて、はいはい、年末も年末で12月の31日に相手方の方に連絡して、はい、12月31日に、はい、でそれで1月に入って車両を確認行って、はい、あそうですよね、当然見に行きますよね。でそれでもうそのまま、でも見られたらもう買いますよね。あれすごいですもん。だって皆さんもこれ画像でご覧になって今も出ていると思うんだけど、どこで作られたとかそういう出たなんか名古屋の名古屋ショップさんで作られたってことなんですけど、はいはい、はい、まあ、でまあ前のオーナーさんももう年に 1,2 回しか乗らないと、逆に大切にすごくカスタマイズして大事にした、はい、あじゃあもう掘り出し物でしたよね。もともとなんかその前のオーナーさんもなんか、うん、3000キロぐらいの中古で買って、はいはい、2000キロぐらいしか走ってないって言ったから、そのオーナーさん今後悔してると思いますよ。今もうスポーツカー高騰してますから ね、 あれだけ綺麗に、はい、あの要するに個人がカスタマイズいじってね、やっとな、ちょっとレベルが違うじゃないですか、完成度が。ちょっと後悔する価格になってたんじゃないですかね、今頃ね。だからすごくいいラッキーな、ね、感じでケンジさん手に、うん、手に入れられたんじゃないかなと思いますよ。本当にもう本当に今高いですもんね、スポーツターね、非常にね。まあ皆さんもいろんな話を聞かれてると思うんですけども、スポーツターの、ね、生産がとりあえずまあもう終わりじゃないかって言われてるんでね、あの次のモデルも2022年は多分出ないんじゃないかって言われてますから、排ガス規制の問題が皆さんどうも出てるからね、それ用に新しいエンジンを開発しなきゃいけないんだから、多分そこは無理じゃないか、やらないんじゃないか、ハーレーって、まあこれもたらればになってしまうんですけども、そういう話もあったりしてるんでね。ですから今すごくねスポーツさんが高騰してるらしいんで、その中でケンジさんが手に入れたのはもう正解でしたよね、ラッキーって。ケンジさんはちなみにハーレーってあれは初めてなんですか。初めてです。なぜハーレーだったんですか。いつかはハーレーっていう憧れで、昔から、ね、中型とかから持って、はい、高校の時から免許取って、はいはい、ジャンル的には今までどんなに夢中になったんですか。いやもう完全に4発ですよね。いや4発、はい、だから川崎とか好きだったし、はい、刀の7班とか、はい、刀の7班、はい、それから20年ぐらい乗ってなかったんですよ、スクーター。リターンライダー的な感じですね。そうです、はい、でまあ、スクーターで5年ぐらい前にちょっと事故っちゃって、右足なんか骨折とかしてなんかもうおかしくなっちゃって、今も幼なじみもこっちにいるんですけど、川崎のバイク買っちゃって、でお前も買えよとノリで買っちゃいました。だからもう本当にね、インタビューされてこう質問とかしてると結構そういう方いらっしゃるんですよ。やっぱ周りの影響で、やっぱまあ友達のきっかけになって、じゃあいつかはハーレーをもう一回思い出してハーレーを手に入れた。どうでした、ハーレー手に入れて。いや面白くてしょうがないです。いやほらほらほらみんなそうなの。いやもうだからもう、高校生の時にやっぱ単車乗り始めて、楽しかった頃をなんか今思い出すような感じですよね。もう一度青春であってもいいと思うんですよね。また今、あのハーレーが癖が強いじゃないですか、ね、はいはい、だから全然感覚が違うから、あ面白くてしょうがないです。もうケンさんの中でもうハーレーを買ったことは正解。正解ですね。大正解でしたね。大正解ですよね。やっぱりちょっと考え方とか出会う方が多分変わったんじゃないでしょうかね。そうですね。で、まあ、うん、ハーレーきっかけで、はい、いろんな方と
出会えて今ここに出てるのもそういうことですよね。ある方のそういうことですよね。まあ成しげさんのご紹介を返して、はい、ケンさんインスタとかなんかやられてるんですか。インスタやってます。あ、インスタですか。じゃ あのそちらの方ね概要欄載っけておくんで、もしよかったら皆さんもね、あのお友達とか仲間とかそんな大切なものじゃなくて、バイク仲間とかバイクシリアみたいな形でね、はい、あのフォローして一言でもねフォローする場合ね、皆さんねこれね本当に無言じゃない方がいいかもしれない、一言添えてね、あの動画見ましたとかね、あの、はい、車両拝見してすごく、ね、ファンになりましたとか、質問しちょっとお願いしたいんですけどという形で分からないでね、ケンさんも答えてくださると思うし、私の方もねお答えしていきたいと思うんで、概要欄の方載っけておくんでね、いや、ケンさんこれからもね、どうかお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、今日のねゲストはケンジさんでした。ありがとうございます。で、また次の動画でお会いしましょう。シングルパワーでした。どうもです。